昨日出てはったんや。昨日出てた。昨日俺充電だけしに来たけどな。みんな熱心ですな。昨日は仕事してた。どう仕事してた。仕事してた。俺ひろく頑張ってや。あ、はい。あ、ほんまや。はい。チュチュさんと高木です。で、かけはい。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 あいにくの空模様ですけど、なあ、ほんま。昼からや思ってたけど、もう朝から降っております。よっしゃい。ダラーッとスタート。ダラーッとスタートで。ねえ。ねえ。やんないやろな。そろそろ始めていいでしょうか。はい、そろそろ始めていいでしょうか。お疲れ様でした。大変だったでしょうけど、はい、結果発表の方行きたいと思います。はい。ほな、高木君。僕がですか。うん。取らんといて、取らんといて。50歳やし、もう49歳。いいと思ってくれ。やめてやめて。わっしょい。わっしょい。いや、もういいよ。第2位、3220。北村さん。おー、入った。で、優勝は誰でしょう。4170g、堀さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。今日は滑るかな思ったけどな、このおっさん。いやいやいや、はい、じゃあ、あ、ほんでペア賞ね。あ、ペア賞、ペア賞は、はい、川瀬堀チームでーす。こんばんは。6070。これ君と吉田君が 10g 差。そうだよ、砂つけたのに。そうだよ。はい、なんやなんやさ、ないな。2位の方コーヒー。やったー。わっしょーいやな。これ何、これスポーツドリンク、ダブズスポーツ。これから集まって、これジョギングで、4000 4170。聞きたいな。聞きたいな。まず朝どこ行ったん？まずね、あのこの浜入ったんです。あ、行ったか。行った行った。それが出たんですか？いや、ほんでそこで30ぐらいのが2本出ただけで、魚が変わってる、変わってるやんってなって、で、この島にもすぐ入りました。あ、ほな俺と逆のパターンやな。そう、俺はさっき卸も最初入って、でもすぐどこ行った言うて、言うたから、うん、多分俺が行ったら堀さんいい日が立ち、俺堀さん来てへんやと思って。そういうことね。さっき車行って、うん、ですぐ行ったらパクちゃんがおったやん。で、家の、あれ猫耳かのブレークの10メーターのパクさんがいつも売ってるマキシモ、あ、そこの東側のブレーク、猫耳の1個東側のブレークの7メーターの、これがね、そんなに高低差ないとこないわ。今回 3.5 ぐらいのハンプ、ダラーとあるハンプ、もうブレークが1個ポンとあって、ひたすらとダラーとなったハンプ、もうブレークなしという、ああいう、そこで猫ストの、猫スト。猫ストって何だろう。台湾の猫ストの5インチのワームって穴の細長いやつ。あら、まあ、あれを聞くんですか、あれ。あ、誰か、まあ、それかいい、それとの猫ね。そうそう、猫ストというワームの、ボトムスーツ。それが全部そこで、で、飛んで、そこでゴージャップ1本、で、釣れました。で、そこから止まったんやね、やっぱり。で、30いかない魚をやったらべったら釣って、ひたすら11時半ぐらいまでゴージャップ1本32個やったんだね。で、そこから全くサイズアップしなくて、ほんでこの浜に入った。あの沖か。そう、
で、ボディウォーター絡ました。やけにあっこから離れへんな思ってずっと見てたんや。そこ僕バイブレーション流して堀さんが若干見えたんやこれ。あ、堀さんや思ってたんや。僕ちょっと先端になったわよ。まあ確かに先端になっとんな、あそこな。岸の方にだけど。わしもあそこマーク打ってたんやけどな。あの、5メーターラインの溝の横にちょうど半歩が、3メーターの半歩が4カ所ぐらいであるんだ。それ円になってへん、なんか。でその半分の上を今度また同じようにネコストの今度ミドスト、そうだよな、俺昨日あそこ、こう打っててんけどな。でそれをまたネコストの台湾のワームで、ミドストとボトストの使い分けてボトムの、ミッドストローリングだから ボトムストローリングとミドルストローリングを使い分け、巻いてはるんですか。これゆっくりゆっくり巻いてって勝手にドッと入るようになる。それも、先週も先々週もずっとその釣り方でやってます。なら釣ったメインはおろし棒とこの浜、この浜の、5メーターのボディウォーターの絡んだ上っ側やね。でそこで40アップが2本でここで入れ替わった。なるほど、そんな内容で。このおっさんにはなかなか抜けんな。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。言い方が明確ですね。何か質問あれば何でも。お疲れ様でした。あ、違う。俺の。